右手奥の扉だ。れば十分可能である。ピトー様と言いづる要件のみ、付近をうろついている声をお聞かせします。小麦と申します。安心ください。はい。できればだよな。嘘という名の魔法。本とピトーの続きを見るといい。約束通りカイトを直せ。名前ゴン・フリークスだ。ゴン、彼は死んでいる。死んでる。僕と戦った時思い出した。僕の能力でできたのは操ることだけだった。ごめんね。パム。何？いろいろはいろいろだよ。ちょっと何それ。安心しろよ、仲間だからな。連れに礼は。それよりゴンは？カイト。でっかくなったな。進む先。死なない。自分自身。壊したくない。様は間違いございません。メレオロン、逃げるぞ。奴らも逃げるさ。もうあれは早く。どうする。勝負。現在いる場所も不明です。もう一つ面白い。その勝負受けよう。完璧に娘を抹殺する。ありがたきお言葉。世が勝った場合
何か事情があるのだろう。余が負ければだがな。これ以上の条件はあるまい。命を懸けて誓いまする。ピトーに趣旨を説明し、あらかじめ言っておこう。勝たねば。なぜに。言いようのない不安だ。偽りは許さぬ。ありのままを。手順違いにございます。私の秘密に深く関わるものならば真実で。ジャイロの仇討ちみてえな気分になって。ジャイロは死んじゃいねえのに。あのタコのせいだ。感情を狂わせやがった。何が残ってる。俺の手駒に総動員してる。俺は異様な緊張感。その秘密、さしずまがいの神言。王の新たな能力は、あの時死を覚悟した身、順次よ、己の忠義に。勝負の途中ゆえ、王を止めた。腹が減ったな。俺は食われて死ぬ。死ぬ。生きたい。一言、最初の一言。世に時間がないのは承知であろう。何言ってんの。拷問でも何でも自由にしたら。ひたすら頼むことだけだ。ダメ。私もそれほどまで。それだけはダメ。一つ条件がある。私の能力であなたを。是非もないこと。起きろ小麦。責務を全うしたよ。そこがちょっとばかし微妙でな。最低覚悟してくださいよ。乾杯しようじゃないか。私ったら、ハヤトチリオーバー。世から伝えておこう。はい。世の名はメルエムだ。すべてを照らす光。どうぞよろしくお願いいたします。そうだな、様はいらぬ。わかりました。幾多の敗北を覚悟しておけ。お願いいたします。151水99。20分くらいかな。うん、いい眺めだろう。ねえジン、ジンが欲しいものって何。うぜえ。俺が行きたかった場所に入るのに逆にチャンスだと思った。15の時に応募の調査と修繕を10人くらい必要だったからな。俺が必要としてるものを追ってる。わかんねえか。みんな俺より年上で俺の素性と計画を打ち明けたら、俺が一番嬉しかったのは一緒に中へ入ったそいつらと。この連中と比べたら。今は何を追ってるの。世界樹でしょ。それは間違ってない。成長の止まった若木だ。山脈に根付き、この世界のお前もよく知ってる世界地図さ。常識のある大人はほんの一部だってことにな。分かったか。お前にない何かだ。これ行くために必要なものは多い。契約だが別に急いでいない。道草を楽しみ、きっとそっちに転がってる。あっ、これ
ああ、そうか。